6月末でテレビ東京を退社し、芸能事務所、プロダクション人力車に所属した松丸裕樹アナが、11日に自身のインスタグラムを更新。夫で競輪選手の新田康人との10年前の結婚式ショットを公開した。別カット、美男美女松丸アナ新田康人選手とのウェディングショット。松丸は、10年前の今日10月11日、結婚式を挙げましたと綴り、 複数枚の写真を投稿ウェディングドレス姿で新田選手と腕を組む姿や当日のネイル、ウェディングケーキなど幸せな瞬間を切り取った写真を公開した。続けて10年後の今日10月11日、胃カメラ検査をしました。逆流性食道炎だった私の胃でも回復しつつあるそうで、改めて健康第一を思い知らされましたわらと。 10年の時の流れを感じさせる一言を綴った松丸。合わせて、結婚式について、どうしても着たいドレスがワンサイズ小さくて頑張って体重を落としたけど落としきれず、最後はテーピングをぐるぐる巻きつけて縛り上げてきたケネワラウェディングの装飾もあれこれいろんなお店を回ってかき集めて、ウェディングブックは穴が開くほど眺めてスクラップしたりして、全部懐かしい、全部愛しい日々、と思い出を振り返った。